練馬区では今日、区民に地元の農作物を知ってもらおうと恒例の農業祭が開かれ、練馬産の野菜を使った特製餃子の販売などが行われました。この餃子は23区で一番の農地を持つ練馬区の魅力を PR するため観光協会などが作ったもので、一般に販売されるのは今回が初めてです。材料には練馬産のキャベツ、ニラ、生姜を使っていて、肉や他の野菜にも国産品が使われています。会場では焼き餃子の試食もでき、親子連れなどの長い行列ができていました。うまい、おいしい、おいしい。野菜が練馬のあれだっていうんで安心して食べられます。今の中国餃子とかいろいろ問題になってるのに。餃子が好きでよくね作って食べるんですけど、この肉の感じじゃなくて野菜だけでとっても美味しかったです。観光協会の担当者は、商品化して練馬の新たな食文化として定着させたいと話しています。